アスパラガスビスケット株式会社ギンビスは日本の東京都中央区日本橋浜町に本社を置く製菓会社ビスケット類を主力とし看板商品にはアスパラガスビスケットや食べっ子動物がある現在の社名は同社が1945年に東京都中央区銀座に出店した際に社名を銀座ベーカリーに改めたが銀座で 美味しいビスケットを作るということで発売されていたビスケットの商品名ギンビスコから来ているというアスパラガス創業者宮本義吉が1968年に開発発売した戦後間もなく発売開始されたロングセラー商品で当初は菓子店店頭で量り売りされていた黒ゴマを混ぜた生地を焼き上げたスティック状のビスケットで形状は 野菜のアスパラガスを模している。開発当時、ビスケットの形といえば、丸や四角が当たり前で、細長いものはなかった。そこで、持ちやすいスティック状を考案した。さらに、食べやすいように7つの節をつけた。この節の数は現在まで変更されたことがない。商品名については、スティックビスケット、セサミスティックなどの案があったが、ビスケットとは、ほど遠い。 アスパラガスビスケットに決まった。理由は単に野菜のアスパラガスに形が似ていたからであるが、他に類を見ないものを開発するという創業理念を反映するものであった。なお、野菜のアスパラガスの成分は一切入っていない。商品名が決まって、半年後、販売にこぎつけたが、名前も形状も奇抜すぎたからか、すぐにヒットすることはなかった。しかし、消費者に、 味が評価されて徐々に売り上げは伸びていった。普通のビスケットは小麦粉、砂糖、湯を主審。しょっぱくてほのかに甘いビスケットは小腹が空いた時の軽食や仕事を終えた父親が酒のつまみにするなど子供だけではなく大人という新たな客層を開拓したことが大きかった。現在のパッケージには発売年とともにキャッチコピー愛されて三世代が歌われ子供、親、 祖父母の三世代のイラストを配することで、幅広い年齢層に支持されているという当商品の特徴を強調している。1975年には、第14回モンドセレクション金賞を受賞。ミニサイズのアスパラガスミニという商品もある。巾着系の袋詰めで、年間1000万袋近くを販売する。食べっ子動物動物をかたどったビスケット。表面に、 動物の英文名称がプリントされている。バター味の商品が1979年の第18回モンドセレクション金賞受賞。以降もシリーズ商品がモンドセレクションの金賞や最高金賞を受賞している。卵不使用であることがパッケージに表示されている。染ミチョココーンチョコレートを染み込ませた星型のコーンスナック。2004年の第43回モンドセレクション金賞受賞。 後に、星の形を一回り拡大した、派生商品のスーパーシミチョココーンもラインアップに加わる。このほコーオパスのプライベートブランド商品向けに、星型ではないシミチョココーンもあり、こちらは、食感が全く違う。本社東京都中央区日本橋浜町3-23-3に所在。支店東京支店、大阪支店地方営業所湘南営業所、古川営業所。 東北営業所、名古屋営業所、広島営業所、福岡営業所、鹿児島営業所、工場小賀工場、グラミーに海外拠点金必ずし4、酢食品有限公使中国スワと工場、上海代表どころ、銀ビス商事株式会社 Google マップ。ありがとうございます。